平成大井は、福岡県築城郡高下町と大分県中津市に、またがる一級河川、山国川本川河口から約4キロメートル上流に建設された石である。当初は中津大関と称する予定であったが、当時の建設省直轄席のうち、平成時代になって初めて竣工した石であることから、平成大井と命名された。 関ではあるが特定多目的ダム法に基づいて建設が行われており、法的には国土交通大臣が一元的に管理を行う特定多目的ダムの扱いである。平成大関が建設された場所には従前四場園が存在していた。四場園はコンクリートの固定石のため稼働内で突出しており、洪水の流下の妨げとなっていたため、洪水時に 川の水をより安全に疎通させる能力が低く、また近年の北九州地区や大分県北部の発展に伴う水需要の増大に対応していくことが困難になっていた。このような状況を受け、山国川の水を安全に疎通させながら増大する水利用に応えることを目的に、稼働関として平成王位は建設された。完成後は上流部の支流、 山移り川に建設された、耶馬渓ダムとともに、国土交通省九州地方整備局、山国川ダム関統合管理事務所によって、系統的な管理が行われている。平成大いの給水人口は、中津市約6万人、北九州市約40万人、京畜地区約17万人であり、北九州市にとっては、耶馬渓ダムや、雪ダム、増淵ダム、恩河川川口関、 力丸ダムなどとともに水亀の一つとして重要な役割を担っている。ありがとうございます。